グランドケーマングランドケーマンとは、イギリス領ケーマン諸島最大の島。首都のジョージタウンがある。面積は1 9 6 8 4トルジョージタウン、空港がある西側は、かなり開発されていて、街とリゾート地になっている。この島の、よく知られた海岸は、セブンマイルビーチトラムポイントである。タートルファームという海ミメの飼育場もある。ヘルと呼ばれるところには、 黒い石灰岩層があり、地獄のような風景からヘルと呼ばれている。島の東側は、ほとんど開発されていないが、ボタニカルガーデンという国立植物園や、マスティックトレールなどの島の自然を堪能することができる場所がある。歴史名所であるボーデンタウンは、ケイマン諸島最古の入植地の村で、かつての首都だった。1780年に、島最初の入植者、 ウィリアム・ボーデンが黒人奴隷のプランテーションのために建てたペドロ・セント・ジェームズ・キャッスルという建物があり、大砲など配備して要塞の役割も果たしていた建物である。この建物は後に、ケイマン諸島で最初に選挙などの会議を行う場所などにも使われていた。現在は博物館のような施設になっており、展示やお土産ギフトを売るショップやカフェなどがある。1503年に、 クリストファー・コロンブスにより発見され、岩と間違えるほど、たくさんのウミガメがいたことから、スペイン語でウミガメを意味するラストルトガスと命名した。しかし、発見当時アメリカワニも多く生息していたことから、1530年頃に、先住民のカリブ族の言葉でワニを意味する、ケーマナスというので呼ばれるようになり、それが、現在のケーマンの名の語源になっている。五百八十年には、 海賊のフランシス・ドレークも島に来ている。1655年にイギリス海軍のオリバー・クロームウェルの海兵やナンパ船の船員が島に住むようになり、1670年にジャマイカに属するイギリス植民地となっていた。1773年にイギリス海軍の測量士、ジョージ・ゴールドが島の海岸を調査するために任命されて島に来たとき、サウスサイドというところには、 島の総人口の約半分である400人ほどが住んでた。ゴールドが来た時に島の中心地はボーデンタウンとなった。ボーデンタウンは1655年にオリバー・クロムウェルの海兵であったウィリアム・ボーデンが島の最初の入植者であったことによる。ゴールドが調査で島に来た時に出会ったアイザック・ボーデンは島で最初に生まれた島民で、 最初の入植者であるウィリアム・ボーデンの直孫であった。1780年にペドロ・セント・ジェームズ・キャッスルというプランテーションの家を建てると大砲なども配備し、島の入植地を襲う海賊やスペイン軍から守る要塞の役割も果たしていた。20世紀初めに島の首都はジョージタウンに移った。1962年に ジャマイカが独立すると、グランドケーマン島は、ケーマンブラック島とリトルケーマン島ともにそのまま、イギリス領に留まった。セブンマイルビーチ。ありがとうございます。